感情っていうのがもうとにかくテーマなんですよね。誰かがコントロールしてくれなければもう自分でコントロールするしかないじゃないですか。だから僕にはその制作があって、感情をこうそこに全部入れる。僕若い頃ってすごい怒りっぽかった時期があったりとかして、それじゃまずいなって思った。でもやっぱり若いからその感情のコントロールってできなかったんだけど、自分は彫金を学んで作品を作るっていうことができるから、いろんな感情、怒ったり笑ったり、まあいろんなことを全部作品にぶつけようっていう、そういうエネルギー転換とにかくしようってこう意図的にずっとやってて、と動物のモチーフを作り始めたのが2008年ぐらいからだったんですけど、その時自分があんまりその作家としてやっていけんのかなっていう不安があったりして、急須猫を噛むっていう気持ちで、そのネズミになった気持ちで、ネズミが兜をかぶってこう戦いに行こうとしてるような、本当はすごい弱いネズミなんだけど、もうできるだけこう兜で威嚇できるように兜をとにかくごつく作ったりとか、まあ、そんな気持ちで作り始めて、それがあの戦術っていうシリーズの作品の始まりです。やっぱり一番自分が大変だと思うのは原型作りですね。これはここだけは絶対妥協しちゃいけないっていうのがあって、顔の表情が特にそうなんですけど、やっぱすごく大事なんですね、僕の作品の中で。例えば怒ってる人だったらこういう顔するだろうなっていうのを犬で作ったり、泣きそうな人がいたら犬だったらこういう顔になるだろうなとか、実際にその動物がしない表情、ちょっと極端な、だからデフォルメをして作ってます。なのですごくリアルな動物を作ってるというよりは、作風の中で必要な表情だったり必要なリアリティを追求してるっていう感じですね。人と動物をこう行ったり来たりしながら作ってるような感じです。猿のモチーフにした作品があるんですけど、バイクに乗って携帯持ってたり音楽聴いたりしてる。それは猿が進化して人間になったんだけど、文明を進化することによってその人の道徳的なモラル的なことが退化してるじゃないかなとか、反比例してる感じとか、なんかそんなことを思ってたら人間みたいな猿なんだか、猿みたいな人間みたいなんだかっていう感じで人が見えるようになってくるわけです。そうすると感情とかストーリーとかモチーフとか素材とか、それぞれがこう一致した時に作品になるんですよね。細部にこだわって制作してるのは、見る人にとにかく飽きさせないっていうところですね。まずはパッと見て面白いなって思っていただいて、近づいて、あれこんなに細かく作ってるんだって。で立体なんで後ろからも下からも見えるんですけど、まあ、どっから見ても面白い作品にしたい。例えば購入された方が家に置いた後に気づくところがあったりとか、いろんなあの仕掛けをしてできるだけ面白がってほしいっていう、まあ、その工夫の一つが、まあ、細部にこだわるっていうことですね。気持ちの揺さぶり、少しのことでもやっぱりその作品に影響してる。例えば電車乗って何かを見て何かを感じるとか、そういう目で色世の中を見てることですよね。15年ぐらい作家をやってるうちにもう染みついちゃって、自然とまあ探してるというか、中心にある自分の感情が、これが枯れたらもう何も生まれないので、感情を持ってそれを作品にするっていうその行為の繰り返しを、その循環をずっとやる。昔作ったこととか今作ってることを混ぜていったりバージョンアップしたりしていくっていうことを日々やってるっていう感じですね。
you.